8月18日東京都内でマリンチャレンジプログラム2023関東大会が開催されました。東京、静岡、神奈川、埼玉から集まった中高生が海洋、水環境に関する研究発表を行う大会で、全部で10校の発表が行われました。海洋というその分野においてこういろんな新たな知見とか視点、もしくは異分野とのこの関わり、そういうのを生み出していけるのはこれからを担っていく若い高校生や中学生、そういった人材であるというふうに考えております。そういった生徒さんたちの中にも、もう今現在すでに非常に優れた研究や探究活動を行っている方たちが多くいらっしゃいまして、そういった方たちを支援したい、そういう思いからこのプログラムを始めたものであります。埼玉県からは久喜北陽高校の鈴木正春さんが、変わり沼エビを宿主とする共生生物の共生状況と水質の関係について発表しました。部活でこの青木堀川の生物調査を行っていたんですね。その時にこの川って結構エビがたくさん取れる川 でエビ取った時に、その時は部活の先輩から、これ共生生物ついてるんだよって言われて、この一つの生物の中で別の生物が何種類も生活してるのってめっちゃ面白いじゃんと思って、エビに注目して研究しようっていうふうに思いました。川の水質と比べて3倍ぐらいのリン酸イオンと硝酸イオンの濃度がエビとか共生生物にとって一番生息しやすい環境なのではないかなというふうなことが今回明らかになりました。川の多様性っていうのが海の多様性につながるっていうことを主に伝えたくて、川の生物の多様性を考察することで、それが海の生物の多様性につながるのではないかと考えています。全ての発表が終わった後はポスター交流会が行われ、発表の時に話せなかったことや質問できなかったことを話し合います。表彰式では研究者の審査により来年3月の全国大会出場者を発表。全国大会に出場する4名が表彰されました。本当にたくさんのいろんな分野にまたがって、非常にもう大学生顔向けなんじゃないかっていうぐらい独創的で優れた研究の話を聞くことができて、個人的にも非常にワクワクしました。将来ですね、生徒さんたちにはぜひとも海洋に関わるところで新たなイノベーションを起こしていくような人材になってほしいとも思いつつ、そうじゃないような進路を取った方たちにも、もう少しでも構いませんから海への興味を持ち続けていただければなというふうに思います。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。